こんにちは、こじこじです。今回から全2回に分けてジャンクで購入した PC パーツ総額2400円分を使って21年前のパソコンを新しくね自作したいと思います。第1回目の今回は使用する PC パーツの紹介と価格について紹介していきます。それでは今回使用するマザーボード CPU メモリーを紹介していきます。こちらのマザーボード、前々回の動画で開封して動作確認を行ったんですけども、こちらのマザーボード、おさらいになってしまうんですけども、ハードオフで税抜き500円で購入しました。前の持ち主さんが使っていた CPU とねメモリーがそのまんまなんですけども、前回の動作確認でね無事使えることが分かりました。 CPU に関してはインテルセレロンの 433MHz、 メモリーに関しては SDRAM DDR メモリーの1世代前のメモリーの128MB が2つで 256MB、 ハードディスクや光学ドライブを接続するのが IDE 規格となっています。こちらのマザーボード、さらにインテルお初のねグラフィックス統合チップセット環境ということで、こちらにねチップセット載っているんですけども、インテルの810ということで、オンボードでグラフィックスとサウンドが搭載されています。今ではねオンボードでグラフィックスとサウンド乗ってるのは当たり前のような感じがするんですけども、この当時お初ということでね、かなり珍しかったんじゃないかと思います。こちらのマザーボードについてなんですけども、スーパーマイクロの 370SWD ということでね、エンタープライズ向けにスーパーマイクロ結構ねマザーボードとか出していて、サーバーとかね研究所なんかでスーパーマイクロのマザーボード使われていることが多いので、知らない人結構多いかもしれないんですけども、かなりねその当時でも高級品のマザーボードということで、さらにね21年前のマザーボード、かなりね組み立てるのワクワクしています。でこちらのマザーボード、残念ながらね IO につける IO パネル、バックパネルがねついていなかったので、別途こちらハードオフで、ね、何種類か買っているんですけども、唯一ね合うのがあったので、こちら108円の頃に買ったねこちらの IO パネル、ここにね付けます。そしてハードディスク、光学ドライブ、フロッピードライブなどを付ける IDE のねケーブルなんですけども、こちらもね以前ハードオフでもう値札ボロボロなんですけども、108円で購入したものをね使用します。買った当時からね値札ボロボロです。この他にも いくつかね値札ついてないの持ってるんですけども、とりあえずね値段としては1本108円でね計算したいと思います。続いて今回僕一押しのパーツですね、こちらもハードオフで以前100円で購入したんですけども、こちら5インチベイに搭載してハードディスクをねこのように抜き差しして使えるハードディスクの5インチドライブベイですね。この時代のねハードディスクのこう抜き差しできるドライブベイ、今のと違ってねホットスワップ、日本語で言うと合戦相伐機能はね使えないと思うんですけども、このね抜き差し、その当時ねすごくね憧れました。さらに表面にねこう鍵がついていて、ロックをね物理的にかけられるんですよ。その当時ねめちゃくちゃねかっこいいなと僕なんかは思っていて、ただその時ね学生でものすごくお金なかったので、まあこんなの買えもしなかったので、ただ眺めてるだけ。まあよく考えたらねそんなにハードディスク持ってないのでね、これがあっても意味なかったんですけども、その当時ねすごくかっこいいなと僕は思ってました。今ねゲーミング PC なんかでね光るゲーミング PC かっこいいって言われてるんですけども、多分ね20年前こういう感じのねハードディスク抜き差しできたり、鍵がついてるのがねすごくかっこいいと思ってた方たくさんいらっしゃると思います。今回僕ねこれが使いたくて、あえて20年前のパソコン組もうと思ったところもあります。ということでねこちら使うのすごく楽しみです。でこちらに使用するハードディスクがこれですね。残念ながらねハードオフで購入したものじゃないんですけども、シーゲートの60ギガのハードディスクです。型番が ST3600 の 20A ということでね、60ギガ、なかなか容量の少ないハードディスクって今売ってなくて、60ギガなんとか見つけて購入できました。確かね Windows98 とか95の頃って8ギガの壁とか32ギガの壁があって、BIOS で、ね、認識しないとかいう問題があったので、60ギガ買ってももしかしたらね先ほどのねマザーボードで
認識してくれない可能性があります。それほどその当時ね、60ギガすごく大容量でしたね。懐かしい。続いて光学ドライブ。光学ドライブはこちらを使用します。こちらはハードオフで以前ね、税込み108円で購入したものです。HL データストレージ、日立 LG データストレージというメーカーのね、光学ドライブで、表面見るとわかるんですけども、DVD の読み込みが16倍速で、CDR が読み書きできるものとなっています。初めてね、DVD 読み書きできるようになった時、すっごくね、感動したのを覚えています。その当時のね、ハードディスクの容量が、メインでね、160ギガとか250ギガでね、DVD、まあ、4ギガ、8ギガ両面でね、書けるんですけども、もうどんだけ書き込めるんだよってね、もう夢のような機械じゃんって思った記憶があります。懐かしいですね。続いて、フロッピーディスクドライブは、以前使っていたものをね、引き抜いてそのまま取っていたものを使用します。YE データのもので D33253 を使用します。フロッピーディスクドライブ、20代以下の方、あまり自作したことない方だとね、なんでフロッピーディスク必要なのと思われる方いらっしゃると思うので、ざっくりと僕の知ってる限りで説明します。確か Windows 95 の頃だと、マザーボードのね、BIOS から直接ね、CD ドライブを認識することができなくて、フロッピーでまず簡単な OS、まあ DOS とかをね、立ち上げて、そこから光学ドライブを起動させて、OS をね、インストールするという形をとっていたそうなので、まあフロッピーディスクドライブ必要になってきます。その当時、フロッピーディスクドライブ、必ずと言っていいほどね、ついていましたね。それではこれらを組み込むためのね、PC ケースなんですけども、今回ね、20年以上前のパソコンということで、それなりにね、20年以上前のパソコンライクなね、PC ケース購入しています。ということで、今回使用する PC ケースなんですけども、オークションでね、1000円で購入しました。これは元から入っていた箱なのかわからないんですけども、メーカー名 CPZ、もしくは清水さんっていうね、メーカーのケースなのかもしれません。もしかしたら関係ない箱かもしれません。それではね、早速中身取り出します。それではこんな感じのケースです。袋を取ります。楽しみ、綺麗ですね。なんか新古品みたいな感じで売ってたんですけども、マジでその当時品を売ってた。90年代のパソコンでね、こういう外観のね、パソコンすっごく多かったですよね。わかる人だけ、わかっていただければいいんですけども、90年代のパソコンってこういう外観のね、なんていうんですかね、白くてちょっと微妙なね、感じのパソコン多かったんですけど、まさにこれですね。これ、90年代のパソコンっていった感じです。5インチドライブが2つあって、片一方 CD ドライブにして、片一方がね、ハードディスクをマウントする感じで、こちらにね、フロッピーディスクを1個ね、搭載する感じですね。サイドはこんな感じ。今と違ってね、ここら辺にね、ファンをつけるところとか全くないです。反対側も、はい、ファンの取り付け口とかがないですね。で、こちら、なんとね、電源搭載で1000円ということでね、かなり安いんじゃないかと思います。重さに関してなんですけども、その当時の PC ということで、めちゃくちゃ重いです。いい鉄使ってますね。なんだろう。鑑定団みたいな感じになっちゃいました。いい鉄使ってますね。言わないな。ただ、こちらスロットね、一つ欠けてるので、もしかしたら中古なのかな。でも結構状態いいのでね、こんな中古ないと思います。せっかくなのでケースの中に開けてみました。このような感じでパッと見ね、アンテックライクなね、作りですね。上がこのような感じとなっています。電源なんですけども、電源ファオファオコーポレーションって書いてあるんですけども、ファオファオコーポレーションってどこやねんって感じですね。で、電源に珍しいことにね、プラス5ボルトとマイナス5ボルトがあるので、すごいね、昔の電源だということがわかります。いや、これはかなりいい感じのケースをね、引きました。付属品もしっかりついてる。もう20年前ぐらいのケースで、あえてね、今ね、新品で買えたってかなりラッキーだと思います。このデザイン、なかなかいいです。それでは最後に合計金額なんですけども、鍵付きの5インチハードディスクベイが100円、バックパネルが100円、IDE のハードディスク、フロッピーディスク接続用ケーブル2本で200円、
光学ドライブ100円、フロッピーディスクドライブ処分品ということで、こちら値段はゼロとしています。ハードディスク400円、マザーボード500円、電源付き PC ケースが1000円ということで、総額2400円、きっちり2400円になっています。ということで、次回紹介したジャンク PC パーツだけを使用して21年前のパソコン新しく自作していきます。なんで21年前の古いパソコンをあえて自作するのと思われてる方いらっしゃると思うんですけども、21年前の PC パーツをそのまま使うことによって、その当時のねパソコン事情が見えてきたり、まあこれはハードウェア屋さんしかねちょっと、ね、得しないんですけども、古いパソコンのね保守とかメンテとかって未だにあったりするので、そういった古いパソコンにね強くなれる、またねジャンク PC パーツだけを使用した自作なので、自作にね強くなれたり、自分だけでねトラブルシューティングをねできるような能力をね身につけられる、かなりね勉強になるんじゃないかと思います。またこれ半分ね僕の趣味なんですけども、その当時の憧れのパーツ、それぞれね人によって違うと思うんですけども、僕の場合だとね鍵付きのねパソコンって憧れがあったので、今回その当時のねパーツを使って鍵付き PC 作れるというね憧れを追い求めている感じです。この動画が面白かった、続きが気になるという方はチャンネル登録、グッドボタン押していただけると僕のモチベーションが上がります。またこちらに前回前々回の動画あるので、まだ見ていないよという方はぜひぜひ見ていってください。皆さんまた見てくださいね。バイバイ。